はい、スタートしました。
定番。
ちょっと失敗したかな。スタイルバスケみたいなノリだね。ポコーンってフロック失敗してまた拾いに行ってまたやるじゃん。やります。ロボットでほとんど終わってるの。村さん、とりあえず作戦でいこう。軸取れよ。軸取らずにロボットでごまかすって。こういうのでも。取れた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 
これ取れるわ。ああ、ね、じゅくしかない。大丈夫です。怪しいな、やっぱりあれ、膝…あれは…ジップトラインは取らない。おい、はい、いいよ、違う、うまさでごまかす。おぉ、パッと行った。そうね、そうだね、難しい手がやっぱり良いかもしれない。おぉ、いい、面白いね。盛り上がる前に、この出すと大丈夫です。大丈夫ですか。盛り上がるところでやめるし。あ、伸ばんない。あ、あんたは増えてますから。増えてるか、増えてる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 、増えいったね。あ、いけないね。いけないね。ロボットなんだよ、ロボットなんだよ。GS ロボットに、ロボットを落ちてごまかす。持った感じでこう落ち着いて。全然クールなんですね。悪い流れでちゃう。一回行って。そう、さっき村さんがどうやっちゃってんなって思って、まあ、俺もこれだって思ったら選手がやっちゃったから。俺もこれだじゃないし。俺もこれだ。あ、でも弟ロボット行こうと思ってた。ほんと？カット班のプライドとかねえのか。マジ難しい。ちょっと待って、終わったまだ3回目です。4-8ね。終わったようなもんです。4-8ね。さっきからずっと練習してましたからね。いやー、ベストボタルです。もうなんか認識じゃん。なんて練習しつけとかじゃないの今この場合。そうですね、そう、寝かし込むみたいな。あ、ちょっと飲もうみたいな。言われると、仕込んだネタを出さない。出さない。って言われると出す。何しても言われる。そろそろ来るな。今これ来た。これ練習します。これ練習してた。そろそろ来るな。来た。本当に今まで来たの。これもちょっと言われたらあれだからと思って刺して今ティックメイクちょっと今ティックにしたんです。無視してる。してる。現実逃避してる。今のネタ練習してました、この人。終わったの、はい、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ明日も頑張ろう。お願いします。お願いします。